写真拡大オクスバユーバーレーベン、メス3歳、ミホテズカが、秋花賞、10月17日下半身、へ向けて今月所属するラフアンターフマンクラブが10日、ホームページで発表した。ドーマーオークスを制した後左前二脚部不安を発症し、北海道ニーカップ町のビッグレッドファーム名和へ放牧に出され調整を続けていた。順調に回復が進み、患部のエコー検査も問題なく、坂地でノイギリを消化できていることから秋花賞を目標に定めることになった。今後は茨城県のビッグレッドファーム鉾田を経由して、14、15日あたりにミホトレ戦に入馬する予定です。